一番です。
全然足らないで動けない国か世界ね、そうだね、国かな、国かな、やば、97 97、山の生き物97、皆様の97ページです。山の人気者お願いします。はい、上に置きましょうって人がね、揺られてって言うんですよね、これね、グラゴエヨーデル次だからね、ヨーデル式発声法という、thank you.
翼をください。翼をどうするんですかね。さっき言った終わったです終わりではリクエスト曲と終わったようなのですが、最後になんか歌いたいってまだリクエストあるよっておっしゃる方いらっしゃいますか。ありがとうございます。みかんの話か、うん、友人のお父さん、あら、あら、そうなんですか。まあ、あ、この作詞家がお父さん。僕の祖母は、僕の同級生のお姉さん。作詞家？作詞家、加藤祥吾さん。なんかこれ、リンゴの歌に競って作ったらしいですよね、先行。まあ、なんかあのネット見てたら、リンゴの歌で、あれが実なので、あれには勝てない、じゃあ花見しようとか言って、そういう書いてあったの。だから、息子もいい加減なやつ。いやいや、そうか。でもすごいですね、ずっと残ってるね、曲を書かれて。素晴らしいことです。92ページですね。皆様の92ページ。みかんの話さ。はい、じゃあ最後の曲になります。皆さんそれでよろしいですか。もっと歌いたいなという曲はございませんか。大丈夫ですか。ではみかんの花咲くがお願いいたします大丈夫ですか。